聞くアーティストウェイ第9週5日目、花です。まりこです。あ、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですねちょっと早めなんですけれども、はい、モーニングページを今までいっぱい書いてきまして、うん、で読み返したりとかもして、はいはい、なんかいろいろ恥ずかしいことが書いてあったりとかなかったりとか、はい、するかもしれないんですけども、はい、このモーニングページを書いた後、うん、どうするかっていう話をしたいと思います。はい、まあ、人によってね、うん、取っときたい人もいれば、うん、捨てちゃいたい人もいれば、うん、お焚き上げしたい人とかもいると思うんですけれども、はいはい、で、あ、まあ、結論を言いますと、あの、うん、ジュリア・キャメロンはですね、うん、あの書いたら手放していいって言ってるんですね。っていうのはジュリアさんは一応モニペしばらく取っといたんだって、うん、自分の、うん、でなんかね、あのいずれ自伝を書こうと思ってて、うん、その時まで取っておこうと思って、うんうん、取ってあったんだけど、うん、自伝を書く時になんか全然見返さなかったんだって、うんうんうん、見返さなくても書けたんだって、はいはい、なんかね、要はそのモーニングページを書くことによって、うん、なんか人生のいろいろなことが、うん、頭の中に入ってて、うん、なんかなんだろうな、ちゃんと味わえてたのかな、うんうんうん、はい、なのでなんかあの取っといたんだけど全然使わなかったので、うんうんうん、必要なかったと、うんうん、なのであの執着せずに書いたらその後は手放しちゃっていいみたいな、うんうん、ことをあのブログでね書かれてたっていうのがね、はい、あの、うんうん、はい、それを記事にしてくれてた人がいましたので、うんうん、でジュリアさんの教え子の人とかでも、うん、なんかあの破ったりとか燃やしたりとか捨てたりとかっていう人がいっぱいいたっていうことをね、うん、書かれてたそうなので、うん、はい、処分しちゃっても大丈夫みたいです。花、うん、さんどうしてるんですか？私ね、実はあのもったいなくて、あのまだ取ってあるんですけども。何冊あるんですか？あ、結構何冊かも、何十冊か、あの、はい、今結構衣装ケースにいっぱいぐらいがありますので、衣装ケースにいっぱいありますので、はい、確かに今死んだらちょっとあのまずいんですけれども、うん、はい、じゃあちょっとここで遺言を残しておきます。あの私が死んだらモニペア燃やしてください。わかりました。棺桶にキツキツにこうね、収めてね。そうね、うん、あ、緩衝材みたいな感じで花さんがずれないように。棺桶に入れたらもうなんか花とか入れるスペースなくなると思う。私とモニペの棺桶に花を書いてあげるから棺桶、うん、の中はモニペですよ。あ、それかもう、あのモニペの隙間に押し花してあげる。面白い、なんか、はい、そう、皆さん聞いてますか？アナさんの組織はそんな感じになりますんで、どうぞよろしく、よろしくお願いします。私あと棺桶に絵描いてもらうの夢なんだよね。うん、描きますか、はい、ぜひお願いいたします、はいはい、なんか遺言になりましたけど。マリコさんはどうしてほしいですか？どうしたいですか、モニペ？死んだら、うん、死んだらでもなんか描き終わったら、あ、もう絶対ゴミ箱ですよ、うん、私ね、そのなんだろうな、うん、読まなきゃ、読み返さなきゃ忘れてしまうようなことは、うん、自分自身じゃないっていうふうに思ってるんですよ、うんうん、自分自身の身についてることじゃないぐらい、うん、なんかもう一度もう一度また何かを書き始めた時に同じことが出てくるのであれば、うん、まあ、それはもう自分の財産になると思うんですけど、うん、ちょっと話違うと思うんですけど、あの、うん、例えば何かを教わりに行ってレジュメとか、うん、なんか教科書とかもらうじゃないですか、うん、それの大事なことって多分すぐ実行するんですよ、うん、私の性格の話ですよ、うんうん、でそこから漏れてしまって、うん、実行に移せなかったものって後追いしたとて、うん、なんかやらないっていうか、うん、できない、うんうん、でまたそれが必要になった時に必ずそのターン来るんですよ、うん、その教科書的なものがまたやってきたり、うん、それを教えてくれる人が目の前に現れたり、うん、あ、前も教わったかもしれないけど、うん、あの時あの身にならなかったな、じゃあ今回もこの人から教わろうみたいな、うんうん、だからその形に残しておかないといけない執着みたいなものに、うん、あ、なんて言うんだろうな、執着したくないというか、さすがって思ってるから、潔い、手帳とかもすぐ捨てちゃうし、うん、あ、そうなんだ、私も捨てられない派、手帳全然すごい取ってある、ゴミですね、そうなんだ、ゴミ箱に行ってしまいますね、すごい、あ、でもそれ一番いいんだと思うな、うん、うん、まあ余談ですけれども、このアーティストウェイってね、12ステップっていう、うん、ちょっとあのアルコールとか薬物依存症の人がやるワークが下敷きになってるところがあって、うん、まあ、ジュリアさんもね、あの、うん、そういうあの薬物とかアルコールの依存症があって、うん、で12ステップでね、あの棚卸しっていうワークがあって、うんうんうん、あの人生のそれまでの歩みを全部ノートにね、あのひたすら書いていくっていうワークがあって、うん、多分それも結構ねジュリアさんに影響を与えてるんじゃないかと思うんですけども、うんうん、でその棚卸しのワークってね、やった、うん、あ、それ私もやったことがあるんですけども、うん、はい、あのだいぶ依存症なので私も、はい、でその棚卸しのワークって、その今までの人生をこう 何ページにもわたって書き出した後に、うん、最後に燃やすんですよ、うんうん、でそのね、なんだ、そう、今までの人生が浄化される感じっていうのがね、うん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 、すごいよくって、
なのでモニペとかもね、本当は燃やしたりとか、うん、捨てたり手放したりとかね、うんうんうん、するのがいいんじゃないかなとか思いつつ、はい、私はまだ捨てられておりません、うん、まあ場所があったら取っときますよね、はい、きっとね、場所が、うん、取っておける場所があるんだったらね、うん、そうね、うんうん、まだ今のとこね、そんなに圧迫してないんですけども、うんうんうん、はい、本当にちょっと邪魔になってきたら、うん、はい、抱き上げパーティーでもしますかね、押し花花も欲しいだったら押し花だよ、ね、うん、だとね、まあ、それまでに、ね、読み返しとかもね、はい、とあのおすすめですけども、はい、まあ、でも読み返せなかったら読み返せなかったで、うん、あの気にしないことっていうのもジュリアさんは言ってるので、はい、うん、読める範囲で、うん、はい、読んでみると面白いかと思います、はい、はい、そんな感じで、モニペのその後の処遇については、はい、よろしいでしょうか、はい、わかりました、はい、じゃあ今日はこのくらいでした、はい、はい、じゃあですね、何かね、質問とか疑問とかありましたら、はい、お寄せいただいたら、はい、はい、あのお答えしたいと思いますので、はい、はい、あのどしどしお寄せください、はい、はい、じゃあ今日も聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。ではまた。